新鮮な魚を安定供給するため、当社ではマイナス60度の超低温管理が可能な冷凍庫を使用しています。冷凍庫面積は3300平方メートル。水産物7500トン収納可能で、5部屋の冷凍室では一度に50トンの水産物を短時間で急速冷凍させることができます。そして、魚体の中心温度を一気にマイナス35度以下に下げることで、鮮度と旨味を保ちます。文岐水産は、台湾国内で初めて日本の遠赤外線マイナスイオン解凍設備を導入。この解凍設備は、一度に10トンの水産物を解凍できる環境を整えています。解凍過程では、遠赤外線を用いることで、魚の表面と中心点の同時解凍が可能となります。また、細胞壁の破損を妨げるため、魚体の水分、鮮度、旨味、さらには新鮮な食感まで保ちます。その他、マイナスイオン効果で微生物の発生を抑止し、より衛生で安全な食品をお届けします。